これ知ってる？あー、それは知ってる、なんか。あとこれ知らない。ここ押すの。そう。うん、まずは G メジャー。お上手。これ指こうの方がいい？こうこうこうこんな感じで。違う違う、落とさない指。口でいい？そう。で、C メジャー。はい。次は難しいやつね。これ。でも、これでもいいよ。4。こっからポインポインポイン、それそれそれ、はい。で次は一番簡単なやつ、 E マイナー。 E マイナー、はい。次 A マイナー。 A マイナー、素晴らしい。次は E マイナー。 E マイナー、 A マイナーセブンス、同じ形で E マイナーセブンス。こいつがない、こいつがないやつ、こいつがないやつ、それ。あ、じゃあさっき間違え、 A マイナーがこっち？それ。で、これがこれか。A マイナーセブンス。それ。はい。で、この後はだけどこれにしよう。D。D メジャー。はい。で繰り返し。G。G。C。C。この3つ。お。E マイナー、素晴らしい。Dm7 です。これが3つ。あ、じゃあ2個。2個。D メジャー。G。おー、できた。できた。どうぞ。え？全部？最初から？はい。せーの。あ、歌うのね。はい。ちょっと待って。なんだ、感動さっきとったの。間違い探しの間違いの方に生まれてきたような気でいたけど、間違い探しの正解の方じゃきっと出会えなかったと思う。いちごたぬき。おっす。空手かい。おっす。空手やってたからね。やってたの？空手はね、緑帯。乾杯。乾杯。そうだね。見てる？イエーイ。ロシアの挨拶何？プリビエット。はい。プリビエット。プリビエット。プリビエット。や、ラウラ、イーダー。イエーイ。イーダ・ラウラです。普段は女優として活動しています。元桜学院のメンバーでした。初期メンバーね。初期メンバー。日本語おかしくなっちゃった。よろしくお願いします。アコースティックライブっていうのをこの前のイベントでやったんですけど、まあその時にラウがもう不安で不安でしょうがなくて、もうこれ一人でやったらもうカオスになるなと思って、どうにか誰か助けてもらえないかなって思った時に、ちょっと二人に連絡をしたところ、ちょっとお願いできませんかねって言ったら、二人がいいよっていう風に言ってくれて、二人と一緒に4曲ライブをしました。うん、あとは。ラウちゃんのね、誕生日イベントだったんだよね。そう。2ヶ月遅れの誕生日イベントという感じで、やらせてもらえて、なんかゲームしたり、カラオケ大会したりみたいな、いろいろやって、ちょっと2部はこしっとりアコースティックライブスタートでみたいな感じでやりました。ラウが7年前までいたあのグループなんですけど、成長期限定ユニット、自己紹介で、私たち成長期限定ユニット桜学院ですって言ってて、そう、小学校5年生から中学3年生までの義務教育限定やらさせてもらってて、何が何でも卒業したくなくても、中学3年生では絶対卒業しなきゃいけないっていう、あ、そういうことなんだ。あの、もう鉄の
起き手が。起き手があって、うんうん、成長期の間でどこまで成長できるか。うんうん、どこまで成長できた？わかんない。わかんないけど、でもなんかその中で自分の将来の夢を、中学3年生までに決めなきゃいけない。うん、で、その夢に向かって、こう、頑張っていく、進んでいくっていうような。で、自分たちの夢を決めるための場所でもあったっていうか。うん、だから、あれか、応援してくれる人たちのことをただファンって言うんじゃなくて、スケさんっていう形で、ね、うんうんうん、自分の子を見守るように見てくださいみたいな。うんうん、意味もあったから不敬さんかなっていう、うん、正直言うと、うん、あんまり寂しくなかった、うん、いや寂しかったけどね違うの寂しかったは寂しかった、うんうん、それはなんだろう、ライブするの好きだったし、うん、こうみんなとね一緒にもうずっと一緒にやってきたメンバーと、うん、さよならするのは寂しかったけど、うん、でも別に悲しい卒業じゃなくて明るい卒業だったから、うん、じゃあ先に行って待ってるよみたいな、だからそのこれからも応援してね、ラウは頑張るよっていう意味での卒業だったから、うん、まああんまり悲しくなかった。別にみんなに会えないわけじゃなかったし、うん、今も会えてるし、うん、みんなと、このお仕事を始めたのが6歳の頃で、だから今年で16年目かな。素晴らしい。まあ、ママがその子供用のファッション雑誌を買ってきて、でこう見てたら後ろにその応募用紙みたいなのがついてて、うんうん、思い出に出してみてもいいのかなっていうことで、うん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 、まあ、お姉ちゃんと妹とあといとこと一緒にママが雑誌を買ってきて、うん、でその雑誌のこう見てた時に応募用紙がついてて、うん、でなんかこれ受けてみてもいいのかもね、記念に受けてみるかっていう形でこうお姉ちゃんと妹といとことみんなでこう出して、でまあ受かった人は頑張ろうねみたいな、うん、話が進まちょっとこれこたつさんで、まあ、ラウだけ受かって、うん、何が違ったんだろう、わかんない、気合じゃない、気合かな目の輝き、眼力かなうんってちょっと分かんないけど、うん、なんかその一緒にやってた子がもし続けるんだったら、うん、事務所入った方が今後いろいろやりやすいよっていう感じで、うん、じゃあまあそれも試しに受けてみるか、うん、みたいな、ちょっと、まあ、軽いノリって言ったらあれだけど、うん、アミューズのオーディションに受けて、うん、まあ、そしたら受かって、うん、そっから桜学院入って、まさかの初期メンバーだね。そうだね。そう、初期メンバーになって円満に卒業して、卒業して、で今にいた、うん、はい、今22歳でしょ、うん、大学4年、うん、そうだね、うん、大学4年生の年だけど、うん、何大学に入ってたんでしょう、どんなこと勉強したかったとかね、やってみたいとか、違うジャンルで、うん、ね、でもなんかね、それをすごい聞かれるし、うん、一回考えたこともあったんだけど、うん、でもなんかもうこれ以外ないなって思っちゃって、うん、思い浮かばなくて、動物好きだし、うん、だからまあその動物関係の仕事をしてたかなって思った時もあったし、うん、で子供好きだから、うん、なんかわかんない保育士さんとかなってたかなって思ったけど、うん、思い描けなくて、うん、ピンとこなかったそう、想像できなくて、うん、ダメだ、もう桜学院いなくてもこの仕事やってたんだろうなっては思ってます、うんうんうん、って感じです、うん、ワンオクロックさんがすごい好きで、ずっとあれ、いや好きでしょ、うん、好きだよ、そうずっと好きで、うん、よく聴いてるアーティストさんがいて、うん、それが、レンさんって人なんですけど、うんうん、あの長渕剛さんの息子さん、うんうん、ですごいなんか声が優しくて、うーん、ポップス、ポップスなのかななのかなとか言って、なんかこう初めて聞いた時にすごい優しい声でなんかこう惹かれるものがあって、うん、で誰この人って思って調べたら出てきて、でいろいろ聞いたらやっぱ良くて、だからおすすめです、はい、聞いてみてください、はい、砂肝
の一緒じゃないの、砂肝の塩焼きが大好き。最高てかなんかね、おつまみ系がすごい好きで、だから砂肝の塩焼き好きだし、うん、あとせせりとかも好きだし、あ、いい、めっちゃいい。あとタコワサとか、ね、最高。ちゃんじゃとかね、食べる居酒屋もう大好きなの、そういう系の。全然好き、超わかる。私お酒はないけども、最初とりあえずタコワサ頼むし、ね、ね、うん、本当に。あとあのニンニクのさ、あのシソ漬けみたいなのあるじゃん。わかる、めっちゃ美味しい、うん、あのピンクのやつ、うん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 、ピンクのニンニク、わかる。最近ね、あの砂肝アヒージョにするの超ハマってて、へえ。食感残るし、しょっぱいし、ニンニクだし。で、今度作るねロシアってさ、砂肝食べる感覚あるの？わかんない、みんなに聞こう、コメントに書いて、うん、砂肝を食べますか好きですか？ラブは大好き。私も好きね、うん。あの普段ラウあんまりゲームしないんですよ、うん、ゲームしないんだけどでも最近は、うん、あの今流行りのあつ森を、けどもあとはまあアルカナンファミリアのゲームはしてたかな、うん、は結構一時期本当にやり始めた時はもう毎日もう朝から夜までずっと電車でもやってみたいな、うん、もうずっとハマってたかな、うん、アルカナファミリアの一人のヒロインのね女の子がいて、うん、で自警団がいて、いろんな男の子がいて、こう町の平和を守る話の舞台化をした時にヒロインをやっていたので、それのつながりで、ね、じゃあちょっとやってみようということで、うん、こう買ってやってみたら、うん、想像以上にハマってしまい、キャラクターが全部好きになりもうあの時は本当にただのオタクだったね。キャラすごい豊かだよね、ただ恋愛ゲームとかでもないしね、うんうん、かっこいい、戦ってみたいな感じ、うん、一生この仕事はしてたいかな、うん、なんか女優歌手、歌もやりたいけど、一番は芝居かな、うん、芝居と映像どっちやりたい？舞台か映像か、うん、どっちもやりたい。すごい欲張りなこと言ってるけど、両方やりたい。両方やりたい。ドラマと映画どっちや、うん、どっちもかな、なんか選べない欲張りなの、選べないけど、そう、すごい売れたいっていう気持ちはある。あのすごいもう誰もが知ってる人になりたいけど、おばあちゃんになってもこうちょい役でも出てられる、うん、死ぬまで続けたい仕事だから、うん、ずっとやってたいかなっていうのが将来の夢ですかね。ですね、あの申し訳ないんですけど、あのそこら辺の方々はちょっと詳しくないんですが、昭和の方ですと、まあ、松田聖子さんとかですかね、うんうん、演歌は、演歌はあのでもあのおじいちゃまとおばあちゃまが、うん、結構こう車で送り迎えしてくれる時とかに車の中で流したりとか、うんうんうん、あと家の中であのおじいちゃんとおばあちゃんが歌っててとか、そういうのを聞いてたから、うん、誰の歌とかは詳しくは分からないけど、うん、聞いたらなんとなく口ずさめるぐらいは知ってるかなっていう、うん、はい、口ずさんで、ねえ、パッと出てこないなあれは天童よしみさんとか、天童よしみさんって言ったらもう舐めたらあっかん舐めたらあっかん、人生舐めずにこれ舐めてじゃないですかうん、そういうのはね全くなかった、うん、全然もうお仕事をてか桜学院の活動をちゃんとすれば、あのプライベートはもう好きにしていいよって、うん、こう常識の範囲内での、うん、だからこうちょっと悪いことしちゃうとか、うん、もうそういうのはもう論外だけど、うん、それ以外のことはもう楽しく普通の中学生らしく過ごしていいよっていう感じだったから、プライベートに関してはそんなに言われなかった、うん、ボイフレンドは全然作っちゃダメとは言われなかったけど、うん、みんな多分もう活動の方に専念しすぎて、多分作る気がなかったのかできなかったのかみたいな、忙しいね、学校普通にやってそのままレッスンしてさ、で8時だって帰ってさ、うん、でその中学で宿題してみたいな、その後ね出かけるあれもない、ママとかみんなね、うん、ご家族の人がお迎えに来て、うん、帰って、うん、で夏休みとかもずっとレッスンして、うん、であとライブしてみたいな感じだったから、うん、もうみんな多分そんな
なんだろう、ボーイフレンドっていうよりも桜学院を愛してたから、うん、みんなは、うん、みんないなかったかな、わかんない、知らないところでいた子もいたかもしれないけど、でもそれはないと思うけど、暇がないよね実際ね、うん、まあそれは皆さんのご想像にお任せしますということで、あ、ちなみに私はいませんでしたけどね、まあ急にみんながドキドキしちゃうドキドキしてて、もういいよ、想像に任せるはい、次、桜学院はまあ学校っていうのがあったから合唱もあったし、うん、ライブでやる曲の中でソプラノアルトみたいな感じで分かれて合唱もしたし、ダンスもしたし、あとはまあそのなんだろう、いろいろ部活動っていうので分かれて3人1組みたいな感じでいろんな曲をやったりとか、うん、こういろんなことをやったかな、うん、ラオちゃんがギターも、そうギターもやった、中学3年生の時に最後のライブで披露するために、うん、あの楽器をギターを頑張った、頑張った、どうだった、もう大変だった、本当に1年間ずっと練習してたから、でもあれさ楽譜見たんだけどさ、うん、ジャズコードばっかだよね、もうそんな言われてもわからないで、いや難しくない、難しかったもん、だから本当にひたすらこうやってなんだろう、譜面を渡されて、じゃあこれをやりますはいみたいな、じゃあとりあえずあれは大変、自分で調べてできる限りで一旦やってきてみたいな感じで言われたけど、調べるけど押さえても音が鳴らないしね、もうひたすらもう指も皮むけちゃうけどやる、うん、痛くてもやるみたいな、かっこいい、もう嫌だよでもだったけどでもなんとか最後のライブでは弾けちゃったよね、うん、その会場どれぐらい人いた、うん、ね、1800、1500、うーんドキドキ、1500から1800、緊張した、うん、あでも楽しかったし、アコースティックのやってる時はお客さんもだけど、うん、なんかこうやっぱ4人で息を合わせなきゃいけないから、うん、こう4人でこう顔を見合わせてみたいな感じだったから、こっちよりこっちの方がこう見てたし、もうあとは間違えないように間違えないようにっていう方だったから、うん、じゃあその時の卒業声のライブと、うん、この間のあの、うん、イベントの時のアコースティックの、うん、ソロの初ライブどっちが緊張した、この前もう全然この前今度弾きながら歌いましょう、そうだね、多分もう今見てる人はまあまあ次はそうだろうなって、うん、そうだそうだ、期待してるから、怖、はい、まあでもいつかね、うん、頑張ります、頑張りましょう、やってた子もいたと思うけど、ラウは書道はちょっとだけ、うん、あのおばあちゃまとママがちょっとやってたから教えてもらってちょっとだけやってて、いけばなは妹がやってたのをちょっと教えてもらって、うん、てかまあ見てみたいな感じ、うん、だからラウもほぼほぼやったことない感じで、で三味線はないけどお琴はやってた、うん、学校の授業でポインポインポイン、うん、なんかすごい難しい、こっちで押さえてこっちで押さえてちょっとわかんないけどやってたかな、茶道はねやりたい、すごい、うん、うん、やったことないし、私たちお茶大好きだから今度入れてみて、頑張る、やりたい、なんかそれぞれだと思うんですけど、まあ、そのまま例えば歌手にソロアーティストになる子もいれば、うん、役者になる子もいるし、うん、タレントさんになる子もいるし、うん、あとはもう全くなんだろう、芸能の道から離れて、うん、で桜学院のメンバーだと今看護師目指してる子もいるし、うん、あとは舞台監督さんとか、まあ、それこそこの前のイベントの時にこういろいろ手伝ってくださった人はもともとアイドルやってて、で今はそのイベント会社の社長になってたりとか、であとはもう本当に大学生、普通の一般の大学生になった子もいるし、それぞれの行きたい道になってるかな、だから絶対こうっていうのは多分ないと思う、うん、全国を行ってる超ヘビメタルバンドの歌手もなったりしてね、そうもう世界的に世界飛び回ってね、もうビッグになっちゃってワオっていうね、もういるし、いろいろいますね、うん、うん、ラオちゃんは芸能
の道を芝居をね。そういえばね、うん、アミューズさん、うん、卒業した話はしていいですか、うん、あ、はい、大丈夫です。その理由は何でした？まあ、まずその、まあ、6歳からやってたっていうのもあって、アミューズに13年半いたのかな、うん、ちょうど20歳になる前のタイミングで、うん、このまま自分は続けててもいいのかな、なんか他に道があるのかなって、うん、一回思って、うん、でしかもこうアミューズにいたらいろいろ甘えちゃってるかなっていう自分もいて、うん、みたいな。だからちょっと一回自分の人生を見直してみようと思って、うん、で一回じゃあ辞めますと、うん、で辞めて、うん、自分が何に本当はなりたいのかを考えたいから離れます、うん、っていう形で辞めさせてもらって、でいろいろ考えたけどやっぱりお芝居したいな、この道でやっていきたいなって思って、うん、今って感じです、うん、したいですね。それこそ海外の作品とかもやりたいし、お英語全くできないけど、聞いてる聞いてる英語とか何もできないけど、いつかはハリウッド行きたいって。いいね、思ってますよ。いいね、夢はでかく、オッケー、ハリウッド目指して頑張るぞおっしおっしちょっとやばいテンションが大丈夫かな。やりたいと思ってます。なんか結構ね、桜学院を卒業したとかどうなのかとか気になって応援してくださってる方もいるので、うん、そのまあ卒業した子たちと今だからできる会話とかもやっぱあるから、うん、なんかそういうのは配信していきたいなっては思ってるから、次は誰かなっていうことで第一候補は田口花さんと堀内まりなさん、やりますか、さあどうでしょうか、お楽しみにということでそれとも後輩たち、後輩たちね。でもなんか今いる子たちとね、だいぶ年離れてるから、今いる子たちは多分ラウのことを誰これって思ってるかもしれないしね、わかんないけど、だから、まあ、誰とは思ってるけど、あの初期メンバーのとは思ってるかもね、うん、あの伝説、うん、あの怖いで噂のラウラちゃんってなってるかもしれない。よく怒ってるやつ。ちゃんとやってとか言っちゃってたようなタイプだから。まあでもだから一緒に活動してた子と一緒にやったら、まあ見てる人たちも楽しいのかな、うん、思い出話とかできてると思うから。うん、まあマリナなのか、ハナなのか、さあ誰なのかということで。ね。ラウとかネネとか、うん、あとはまあ佐藤ひなたちゃんとか。うん、ラウと同い年の子たちみたいなキャラがいないよなと思って、うん、なんか結構本当にみんなもう礼儀正しいお利口さんみたいなということは、あと私たちは好き放題やらせてもらってました、うん、はい、なんか結構もう自分たちのやりたい放題やらせてもらってて、でもなんかみんなも楽しそうにのびのびやってるけど、うん、まあ、でも本当に一番下の子とかラウと10個離れてるから、お人形さんみたいなもうはぁかわいい、かわいい、かわいいみたいな、大丈夫みたいな、嫌なことないみたいな、ね、すごいちっちゃい体で頑張ってるなーって思って、あ、すごいなーって思って、なんか勝手におばさん気分になるっていう。だってイベントの時にさ、うん、おもちゃみたいって言ってたもんね、後輩たちのことも可愛くて、こちゃこちゃしてて。もう可愛すぎて、あんまりライブとかもらう見に行けてないから、うんうんうん、久々に見に行って会ったりすると、うん、みんな、あ、お疲れ様ですみたいな、あってやる、挨拶遠慮がち、うん、とかどうしたのとか言って、うん、ね、怖いとか、いや、緊張しちゃってみたいな、可愛い、もう可愛いってなる、もう本当に、あー、なんかダメ出しもらうかなって多分内心思ってるんだろうなって思うんだよね。まあでもすごいみんな一生懸命頑張ってるから応援してあげてくださいチェーホフのカモメを、はい、チェーホフあの有名な舞台でやって、うん、で、うん、うちのチェーホフチェーホフで、その主人公の4人が今の自分たちが過去の自分たちを見て、うん、あの時こうだったねみたいな感じでこう話を進めていくっていう舞台をやったんですけど、うんうんうん、もう
まあチェーホフ難しいと思って、うん、難しいよね。もう何回したら最初読んだ時に、うん、何が言いたいんだこれはってなってしまい、やっぱ一回だけじゃわからなくて何回か読んで、ん？じゃあこの時こうだからっていうのが何回かあって、まあ本番迎える時にはまあ理解はできて、うん、でなんかその時に思ったのはチェーホフっていろいろな捉え方できるなと思って、うん、こうやっぱいろんな この時のこの意味はこっちの諸説もあれば、うん、こっちのもあるんだよとか、うん、確かにっていうのもあるし、うん、で自分は全然その言われてるのと違う感じ方をしたりとか、うん、っていうのがあったから、うん、あー読む人によってこんなに変わるんだと思ってすごい面白いなと思って、他のね、チェーホフも読んでみたいなって思ったから、うんうん、でそれまでこうチェーホフの作品に触れる機会がなかったから、うんうん、すごいいい機会になったなって思って、素晴らしい、うん、今度読んでみて、はい、読んでみます、感想待ってるから、うん、おすすめあったら教えてください、はい、チェーホフの、ラオちゃんにチェーホフのおすすめは何ですか、コメントにお願いします。まあかわいい、何してんの、ちょっとチェーホフがくつろぎ始めました。あのね、話はこっち行っちゃうからね。かわいい、すごい自分は注目集めようとするじゃん。コーター、おいで。あ、来る？お、お友達だもんね。ロシアは、なんだろう、ラオのイメージはすごい寒い国っていうのと、うん、あとあの民族衣装がすごいかわいいなと思って。うん、着てみたい。うん、着てみたい。そうだね。服のサイズは？服のサイズは、あ、バイバイ。服のサイズは M サイズ。M サイズです。S か M。S か M です。ご飯は何がある？ボルシチとか。おお。ピロシキとか。ピロシキ好き。お。ピロシキはね。おばあちゃん作ってる？作ってないけど、一時期コンビニで見たのかな。なんか売ってて。ピロシキだって思って、すいませんこれくださいって買っちゃった。あとイクラも有名だから。イクラ大好き。美味しいよね。で行きたいんですよね、ロシア。どこの町に行きたい？どこの町だろう。ちょっとラウさ。でもあれはモスクワ知ってるでしょ。知ってる。あの本当にあの勉強してたけど、全部勉強したこと抜けすぎてね。あの地名とか本当に聞いたことあるけど、どこにあるとか分かんないから、おすすめの場所教えてください。あれはもうシナリオは全くないですね。ガチ中のガチ。ガチ中のガチ。あの本当になんか毎回ドッキリで始まってて、うん、なんか例えばじゃあこういうアイドルのダンスバトル対決の番組があります、うん、それに出場することになりましたみたいな感じで、それの撮影をしてる合間に担任の先生が隠れてたところからやらせねえよーって出てきて、はい始まりました学年末テストーって言って始まるっていう、だから本当に問題も知らないし、うん、その日にやることすら知らないし、うん、だからもう本当にそれは用意ドンって言ってテスト用紙配られて、うん、もうその場で解いて、うん、みたいな感じだから、うん、一番難しかったタイプの問題は何だろう、なんだろう、あの写真が出てきてこの人誰でしょうみたいなことか、うん、あとなんか例えば土の子の絵を描きなさいとか、もう本当に絵は描きたくないから、それでもね土の子はね丸だった、形が多分合ってたから、そう、じゃあ突っ込まないでいきましょうか。そうだね。でもほらこの間イベントの時にあラウちゃんの可愛いイラストあったじゃない。2時間ぐらいかかったんですよ、ね、2時間1個後ろ向いてるね、可愛いパンダちゃんが、え、1個2時間ちょうどここにいますけど、え、1個2時間1個、いやもう本当にね、本当に書けない1個、ね、今めっちゃ緊張、うん、急にね緊張感がどんなトラウマでした？あなたの過去について喋りたいですか？まず書いたのが、うん、紙じゃなくて iPad に書いたんですよ、そのグッズにするために画像として欲しいからっていうことで、うん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 、のの no で普通の紙よりもなんか難しいじゃん、ちょっと変に反応しちゃったりとか、ね、こうここタッチしてるはずなのにちょっとこう左側に線が出てくるとか、なんじゃこりゃみたいなことが大きい、書いて消して書いて消して、綺麗に線描けないとか言ったら、ね、その二重なのがおしゃれなんじゃんみたいなママに言われて、あ、なるほどその手もあるのかみたいなっていうのを繰り返し、
もうママも途中で家になり、もうあと頑張ってって言われて、できたら見してって言われて、だからそういう絵を描く系は、うん、ランにとってはだいぶしんどかったかな、ね、っていうのは。レコーディングの前にボイストレーニングの先生に来てもらってやって、でその後も自分たちでそのダンスリハが始まる前の朝にみんなでその声出しも兼ねて全員で一緒にアカペラで歌うとか、うん、っていうのは一応こう毎日みんなで歌うっていうことはしてて、でももうあとはほぼほぼダンスのレッスンとか、うん、っていう感じだ。ギターはどれぐらい1日？でも1年間やったからギターの練習は毎日やってたわけではない、ほぼほぼ毎日。あ、そう。そのリハーサルがあったりとか撮影があったりしたら、じゃあ、あの4人以外は終了ですって言われて、4人は4人だけで練習してってやったりとか、あとはもう家に帰って、うん、そのレッスンをして終わって家に帰って寝る前に練習したりっていうのはしてたから、うん、毎日一応触ってはいたかな、うん、入るよりも入った後の方が大変だと思う。なんかでも一応桜学院のはオーディション、レッスン形式のオーディションみたいな感じで、うん、ずっとやってて、それでその中でこういろいろ頑張ってやって残った子たちが桜学院として活動しますみたいな、初期メンバーのオーディションはそういう感じで1年間かけていろんな子たちがこう大人数で受けて、でどん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 少なくなってって、で最初は8人かな、こう残って、うん、じゃあこのメンバーで桜学院として活動していきますみたいな感じで、まあでもそのレッスンもやっぱね厳しかったから、先生たちも厳しかったし大変だったけど、どう大変なんだろう、人によるかな、わかりません。ありがとう。結婚はしてません。未婚です。はい、でもいつかは結婚したいですね。今みんな一生懸命手挙げてるね、うん、手挙げてるの。うん、それはどうだろう。わかりません。何歳ぐらいまで結婚、うん、でも20代にはしたいかな。20代、うん、だからあと8年、8年かできるかな結婚。とりあえず劇場入ったら、うん、自分で舞台は基本自分でヘアメイクするんですけど、まあ、メイクとかしてその後にウォーミングアップ、うん、ストレッチしたり、そう、あと会場がちょっと広かったら会場の客席走ったりとか、客席をポンポンポン、階段がね、そう、階段があるからこう、あ、席じゃなくて椅子じゃない、椅子じゃない、椅子は無理もうこうやってぐるーって走って、あと声出しして、であと笑う、まあ本番出る前はマヌカハニーを必ず舐めて、でその後吐きそうになるぐらい緊張しちゃうタイプだから、一緒にやってる人たちにあの背中を思いっきりバーンって叩いてもらうと、こうなんかスーってなるから、手でバーンって思いっきり叩いてもらって、よしってやってから出るっていうのが、まあ、ルーティンかな。あ、ほんと本当に直前にこう出る前に、もう出る前に本当に例えばオープニングのよし行けってこと、そう、うん、音楽がこうバーンって盛り上がった時に思いっきりバーンって叩いてもらって、いけーって言って、よっしゃーって言って、毎日がクレイジーだったね。こう雪降った時とかに、ラオが中学3年生の時かな、東京で雪降って結構積もった時があって、うん、その時はレッスンが始まる前に寮に泊まってた組で、うん、思いっきり雪の中に一番下の後輩を投げるとか、みんなで思いっきり雪合戦するとか。ロシア行った方がいいよ、うん、え、あのね、真冬に、うん、凍ってる川に、うん、穴を開けて、うん、そこに入る人たちいっぱいいる。え、それはちょっとまた話が変わってくるな。やろうよ。うん、そういうのは全くなく、本当に自分の出る範囲の声で。うん、ダオちゃんどっちかというと低めだよね。うん、低め。どこまでいく？でもラウは低い方だから、なんか結構その低い方が高い子もいればこうなんだろう、厚みがあるじゃないけど、安定するみたいなのもあったから、別にこう高い声を出しなさいみたいなことは一切なかった。神様に会ったら、まずはいつもありがとうございますって言いますよね。いつもメモっていただきありがとう、メモってもらってるか分かんないけど、うん、ありがとうございますって言って、あとはあの今後の将来、あの幸せな未来をよろしくお願いしますって言うかな。
わかんない難しいあでも会ってみたいね神様ね。毎年桜学院って3つの大きいライブがあって、うん、転入式、学院祭、卒業式の3つがあって毎年の大きなイベントだったかなって思うから、うん、桜学院として武道館に1回だけ立ったことがあって、うん、何人かな武道館1万1万アミューズが主催のイベントに桜学院も出してもらえることになった時に初めて武道館に立って、あいつか単独でやりたいねってみんなで言いながらこう立てたのはまあ大きいかったことかな、うんうん、自分的にも4人で1万人に対して並んだってこと、うん、その時はね12人全員メンバー全員で、うん、本当にラウが中学1年生の時かな。日本の舞台ってさ、うん、もう本当にお客さんこっちにいるじゃん、うん、もう本当もうここ、うんうんうん、どっち緊張する？1万人のわーってなってる人たちと、うん、もうここにこう見てる人たちと。でもなんか割と少ない方が緊張するのかな。近いから距離が、うん、ちょっと離れてるぐらいの方が、うん、余裕？余裕ではない。だって毎回吐きそうなんだもん、うん、その武道館の前とかもずっととか言ってずっと一人でもうなんかもうどうしようとか言って。他の子たちは意外とケロッとしてる子多かったから、みんなすごいねって言う、どうしようだもう無理だよどうしようとか言ってなってた。通ってました、普通に。だから桜学院と普通の中学校、中学校、あの普通にお家の近くの中学校にそれぞれ小中って、うん、それぞれ通って、うん、でその学校終わりに、うん、桜学院の方に行くっていう、うん、すごいね、うん、学校終わるのだいたい2時3時ぐらい、そう、でそれ、ね、それから出勤、そう出勤、何時に帰るんじゃ。中学生は8時までだったから、うん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 、まあだいたい4時ぐらいから8時までレッスンしたりとか、うん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 、ラウンのところはなかった、うん、ちゃんと真面目に勉強しなきゃ、うん、だしこう出席日数が足りないとかならないように、うんうん、でまあ、桜学院側も一応学業優出戦っていう風にはなってたんで、うんうんうん、だからテストは受けるし、うん、ちゃんとテスト受けて点数取らないと、うん、桜学院の方の先生にも怒られるし、成長系だもんね。そう、うん、っていう、だからちゃんと勉強はちゃんとしてなさいっていう感じだったかな、うんうん、ラウが行ってた高校は芸能活動をやってる子たちのコースみたいなのがあって、うん、だからクラス全員そのアイドルだったり役者さんだったり、うん、タレントさんだったりとかがこう集まってるクラスだったから、みんながみんなこう応援し合って、うん、じゃあ頑張ろうねとか、うん、じゃあこの子頑張ってるから自分も頑張んなきゃとかっていう感じで、こうお互いをこう支え合ってたかなっていう感じだったから、全然高校行きにくかったとか生活しづらかったってことは全くなく、普通に楽しく高校生活を過ごしたかな。誕生日イベントをこの前やった時にそこで歌わせてもらった曲で、なんか初めてこの曲を聴いた時になんかわかんないけど泣いちゃって、うん、自分と何かこう重なるものがあったのか、すごいこう感動して心に来るものがあって、うん、だからあなんか歌ってみようかなと思ってこの曲を選んで、そしたら二人にもあいい曲だねっていう風になって、じゃあ今回これにしてみようかっていう話で歌いました、うん、はい、はい、じゃあ以上です。ありがとうございました。パカ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 。じゃあ最後にあのパンダの英語ノー。